聞こえてるかな？うん、聞こえてる。支給される武器の中に明らかにおかしいものが入ってるから、あったら自分に教えてほしい。嫌です。なんで？ってことでサーモンランやっていきます。なんか味方に一人だけ変な武器持ってる奴がいた気がするんだが。気のせいですよ。うん、多分気のせいだろうから大丈夫だな。それじゃ、僕は引き続き仕事に戻るから通信を切るよ。さあではやっていきますか。ひまわりさんって人が明らかに他とは違う武器を持ってるぞ。てか何いきなりスペシャル使っちゃってんの？最初からぶっ放すを。霊夢さんに温存という言葉はないのでしょうか？なよ。ちなみに味方は全員ウプ主のグループの人なのでそこら辺はご了承ください。あそこに肩パッドがいますね。マジで何やってんのお前。パッパッパッ、これが私の力だ。これで2ウェーブ3ウェーブに運び侮ったらもう霊夢さん戦犯ですよ。たらったで仕方ないのでもう全滅しちゃいましょう。そこは全滅しちゃいましょうにしろよ。霊夢さんだから仕方ないですよ。こいつどんどんプレイが衰退していくな。だってスプラトゥーンやってないんですもん。やっぱ時代はバトルロワイヤルですよ皆さん。皆さんこいつスプラトゥーン実況者ですよ。月にスプラトゥーン1回やるかやらないかの人間がスプラトゥーン実況者なのか。とりあえず私は活躍できる気がしないのでひとひとといくらを運んでますか。やっほー、みんな大好き無能だよ。お前が出てきてから再生数下がってるんだけど。なんで僕のせいなの？ってことで皆さん、今回は僕の性癖を聞いてもらいたいと思います。どういうことだよ。無線切りましょう。ちょっと待ってちょっと待って。はい。まあ、多分こんな人誰もいないと思うんだけどさ、僕の性癖はヨナです。よし、みんなでこいつを逆ヨナろう。待って待って待って、話し続けるんだけど、僕あの女の子が苦しんでる顔が好きでね、拘束して、痛めつけたい。くすぐりでもいい。悲鳴上げて泣き叫んでほしい。目隠しして猿物はさせて耳栓して視覚聴覚消して意識なくなるま。私はいつとは二度と関わらないわ。どういう件です。もはや警察にマークしててもらった方がいいと思うんだが。いやいやさっきの嘘だからね。嘘だったらあんな言葉の表現しないと思うんですけど。無能さんの組織はこのの始まりですよ。無能はヨナラーだって。あ、そうでしたね。そうでしたね。じゃねえよ。いやいやちょっと待って。これ以上喋ると、やばいのが映る。だってマリサすでに病気じゃん。それどういうこと？いやなんでもないです。いやどういうことかすごい気になるんだけど。さて残り10秒ですね。皆さん頑張っていくら入れまくってください。味方が奥の方でやられちゃってるな。助けれないのであのまま寝てていただきましょうか。というか、やられた人はあのスロッシャーを使ってるようだな。見た感じなんか使いづらそうですね。あ、とりあえずこのウェーブはちゃんと乗り越えることはできましたね。よく乗り越えられたな。ほんとよく乗り越えられましたね。多分大体味方のおかげな。うるさいですね。さて武器ガチャいきます。ちょっとなんだこれ？ついに当たっちまったか。これがさっき言われてた武器ですか？うわこれ思ったけど使いづらいわ。緊急時に対応できなさそうですね。ちょっと何使ってんの？あ、どうも使わせてもらってます。まあいいか、使いづらいと思ったでしょ。実はその使いづらい代わりにメリットもちゃんとあってね。硬い外角で覆われて攻撃の通じない敵や特定のものでしか倒せない敵をこの武器で貫通させて倒すことができるんだ。雨暮らしの広角を貫通してたな。これ人を盾にして後ろでバンバン撃ってれば強くないですか？相変わらず発想がゴミクズ以下ですね。イカだけに。これさえあれば肩パッドも瞬殺できるんじゃないですか。まあね、うまく使えれば本当に味方何人分にでもなると思うよ。まあ霊夢みたいな奴が使うとマイナスになるわけだ。ちょっとなんでそんなこと言うんですか。霊夢さんは不器用だからゲームやらない方がいいんですよ。この前もゲーセン一緒に行った時小学生が遊ぶようなコインゲームで勝てなくて後からだんだん強く台を叩き始め、最終的には台を破壊してましたもんね。小学生が後ろで泣いてましたよ。私の勝ちってことで一体お前は何と戦ってたんだよ。ゲームセンターといえば僕もよく言ってたよ。あなたの話は誰も聞きたくないそうですよ。まあそれでそこで少しも寝たことがあってね、お金を払ってコインを下ろしててね、下の受け取り口から受け取ろうと下に潜り込んだ瞬間、上からば、と子供に持ってかれたよ。今思えばあのクソガキ、だんだんと腹が立ってきたぞ。今すぐにでも見つけ出してこの海の木図。大人の汚い部分をこの動画でさらけ出させるわけにはいかないので通信を切断させていただきました。霊夢さん GG です。というかなんでまだいくら中にしかないんですか？確かに、壊れ武器持ってる人がいるにもかかわらずこの結果はひどいな霊夢。ですね、一体どこのどいつが戦犯かましてるんでしょうか？お前のことを言ってるんだよ。だってこれめっちゃ使いづらいんですもん。こんなの使わせてくるクマさん紹介は。自分から喜んで使ってた奴が何か言ってるぞ。この人はリアクション第一ですからね。確かスプラトゥーンもビジネスでやってるんでしたっけ？そそんなわけないでしょう。というか20秒経った今でもまだ13個ですよ。ノルマだけは達成しましょう。みんな頑張るぞ。大引きが起きてきてるな。もっと頑張れ。うおー、じゃあ、実感が死んだ瞬間である。自称ですけどね。そして私たちはなんとか2ウェーブを切り抜けることができたのだった。どうやら3ウェーブに行ったようだね。ことあるごとに無線してくるのやめてもらえません。こっちは君たちのことが心配でかけてるんだけど。ってことで使う武器はスプラスピナーです。ノルマは17か。なんかまたギリギリになりそうだな。いやこの私がいるから余裕ですよ。お前がいるときつくなるんだよ。あのさっきの武器はもう回収しておいたよ。あ、回収しちゃったんですね。あんなもの普通に使わせてられないしね。それは残念ですね。ヤフーオークションに流すつもりでしたが。そんなことしようとしてたの？よしじゃあ私はいつも通りただいくらを運ぶだけの機会にでもなりましょうかね。いやいやちゃんと味方のために働いてね。へ、誰が働くもんか。ひどい時はくじ切るから。あ、ちゃんとやらせていただきますね。私は社会に敷かれたレールを走り続けるんだ。ただのバイトです。はぁ、というかマジで冗談抜きで疲れてきた。これ届けたら少し休憩しよう。休憩って何？はぁ、少し疲れたな。マジでくじ切るよ。いや本当に疲れたんです。私このままだと過労で死にます。こいつ仕事舐めてますよ。働きますよ。暗いモグラ、ゴム転がし、相手は死ぬ。
え、みんなどうしたの？やる気ないんだなと。あなたこのままだと本当に首切られますよ。いやほんとやる気出すので許してください。いやもう無線切断されてますし、これ霊夢さん終わりましたね。まあそんなことはどうでもいいんですが、最近ウス主が頭のおかしいことをしてるんですよね。どうでもいい。 LINE で国際ブランド品を売ってるアカウントに告発しまくってますからね、あの人。そういうアカウントの中身が男ってマジ？はぁ、はぁ、そろそろ疲れてきたよ。未だ20個だぞ。ただただ運ぶ役なんですから、もっと頑張ってください。今の私にはこれが精一杯なんですよ。このままじゃ世界が終わってしまう。大げさだな。終わっていいのは霊夢さんの人生だけですよ。ちょっとそれどういうことですか。そして肩パッドにゴムを入れるのを失敗してる霊夢。やめたらこのゲーム。うん、だんだんとやる気がなくなってきたよ。画面の前のみんな、霊夢ちゃんを応援しよう。ほら一斉のおせ、霊夢ちゃん頑張れ。ほらもう一回一斉のおせ、霊夢ちゃん頑張れ。よし、だんだんパワーが集まってきたぞ。パワー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 。ごめんみんなやられちゃった。最悪じゃねえか。残り20秒ですが、未だにノルマは達成していません。そしてもう塗りは壊滅的でございます。そして残り一つでノルマ達成できるが、いくらを死んだ味方が持っている。その味方をひまわりさんが助け、霊夢を持たせる、なんというファインプレイ。そしてもうやることはただ一つ逃走中の始まりでございます。そして残る命運を握る2人、霊夢さんは味方を助ける選択に出たか。このギリギリの中、味方を一人だけ助けていく。そして逃げていく。下に落ちて、あとは3秒敵から逃げるだけ。そして逃げ切ったー。チームの絆により全員が生還することができました。まさにこのタイミングにアルマゲドンのアイドンアンズに素足を流すべきだと世界の人々は確信したー。恐るべき著作権に我々はねじ伏せられているし。もういいから。あ、はい。他人が自分の試合に興奮してくれているというのは気分がいいものですね。あなたのことだけ仕方なく実況してました。なんでそんなこと言うんですか。あ、霊夢くん。あ、クマさん様、神様、仏様。今回はまあ最後に頑張ってくれたからよしとするよ。やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。靴を舐めします。明日になったらこの態度も一変してるんだろうな。まあそこは霊夢さんだから仕方ないですね。次回から超真面目にやっていきます。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。